皆さんこんばんは、こばちゃんです。今日ですね、今日はなんだっけ、魚座の新月だっけ、なんか満月で、なんか9月から世の中が変わるとかなんとか言ってるんですけど、なんだっけ、あの YouTuber さんが、日本の天皇陛下のね、運勢めちゃくちゃ良いですから、日本 の、 国の象徴ですので、まあ、日本は大丈夫だとおっしゃっておりました。安倍さんがね、ほら辞任を決意して、さあ次どうなるんだろうと思うんですけども、まあなんとかなるとかいうねお話だったんですよ。まあこの話もあるんですけども、あとね、ちょっとね、気になるお話なんですけど、自己愛の強い方いらっしゃいますけど、まあ人のことが気になるのかなということで、自分の方に意識を向ければいいんですよねっていう話で、でもその人はきっと、まあ相手はね変わらないから、そういう性格だから、まあほっといてまあ気がつくようにねすればいいかなって思ってます。これはほら持って生まれたね性格とかあるので、まあ人を変えよっていうのがちょっとね、もともと持って生まれたもので最高のね魂なので、あの人は悪い、この人のこういうとこ気に入らない、そんなことを言っても、その人はその人でさ、素晴らしいもの持ってるんだけど、まもっともっとまだ足らない、まだ足らないとっていうさ、あるじゃないですか、そういう人満たされてないのかなって、人にほら褒めてもらいたいとか、もっと見てもらいたいとか、目立ちたいっていうのもね気持ち悪かるんで、ちょっとねそういう方がいらっしゃるので、 SNS でちょっとね控えないといけないかなって、嫉妬されてたり意識向けられたりねされるとね大変なんですよ。ある連動者の方、見える方に言われたんです、私の横にいますよ、だって怖いね、まあ、そういうこともあるし、念が強かったり人に意識向けないで自分にフォーカスですよね、はっきり言ってということで、あまりねある SNS に投稿するのはちょっと控えようかと思ってますよ。さあ新しいね時代が来るらしいからワクワクですね。今日こばちゃんはパスモのね残高がさ888円って縁起がいいしさ、なんかね YouTube 講演家の鴨頭さんが私のねブログの広告にねついたんですよ。嬉しい、なんでしょうね、なんでこの今までなかったのが急に、さあよかった、はい、いつもありがとうございます。せーの、なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる、
最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。失礼します。